はい、おはようございます。僕、今日お知らせがあります。今、10月24日金曜日、土曜日11時36分今僕が今動画を撮っているんですけど、僕明日日本に行きます。昨日大使館に行ってビザをもらって、まあ567の結果証をもらったけど大丈夫だって。多分今が韓国で撮る最後の動画ですよね。まあ明日からは日本の生活をする韓国人 YouTuber になります。まあ2月から待っていた日本の生活がついに明日、よしよし。しかし少し、まあ少し悲しいですよね。昨日少しお母さんと話してたけど、あなたが日本に入国したら僕は一人でどうしようとか。まあ別にいいだけどね、僕は自分の人生があるので、まあまあまあ。まあお母さんは567がまあ終わったら、まあその時少し日本に旅行来るんだって言ってたので、その時またお母さんと日本の生活、あ、お母さんの日本の旅行を一緒に楽しみたいです。まあ今まで期待した日本の生活だったんですけど、明日からは現実、生活と旅行は違うんでしょ。僕この前日本で生活したことあるので、そんなのをよく知っています。旅行と現実は違う。しかし前と違うのがあるけど、僕今 YouTube もやっているし、僕を応援してくれるいろんな日本の人たちがいるから、まあ少し前よりは安心です。明日からの日本の生活、また信じられないけど頑張りますね。僕は明日多分5時か朝5時6時ぐらいに家を出て日本入国をします。僕はその時まで家の掃除したりいろんな準備をするけど、また信じられないんですよね。明日からの僕の日本の生活、よろしくお願いします。皆さん、日本で会いましょう。じゃあね、信じられない、マジで。안녕。